トネリ部とは、大化改新以前に、大王、皇族に直接使え、雑役、経営などで奉仕したトネリを使用した、職業部。トネリとは、都のはべりの縮まったものであろうと、元織の利長は、古事記念で述べている。白髪部トネリ、石、上部トネリ、曲りトネリ部、金指しトネリ、長田のどネリなど、5世紀末から7世紀までの奉仕した、天皇の意味な、 宮郷を称したものが知られている。天皇の直轄民である那四が支える方と、宮郷を冠した天皇親衛軍としての性格の濃厚なものが見られる。その本籍は東国に集中的に分布し、国蔵もしくはその一族などの地方法族の指定から構成され、朝廷の軍事力を担ったものと推定されている。トネを多く排出したという点から、東国は、 古代を通じて国家の軍事力の基礎として大切な地域であった。平野国親直木光次郎は、トネリとトネリ部は区別されるべきだとし、朝廷に更新され、近所、護衛の任務に当たったトネリと、それを統率する有力な国の宮津子あるいは、その一族からなるトネリただし、さらにトネリの干渉下で重卒となったか、あるいは海域を負担した部民がトネリ部だとしている。 天皇親衛軍としてのとぎりは、律令制における軍事の指定からなる、兵衛府の兵衛や、受刀とねりなどに継承されている。ありがとうございます。